はい、変身動画パート2でございます。香港のことについて暴動のところだけがクローズアップされてますけども、そうですね、化粧品コスメ、国全体的には暴動があっちこっちで起きてるわけじゃなくて、本当空港の周りだけなんですよ、あそこだけを見ていると怖いなと思うんですけども、香港のほとんどの地域は通常通りビジネスが行われていて、飲み会があって合コンがあって、化粧品か美容にね、せっせと精を出す女性がいたりとか、一生懸命ビジネスをしている男性がいたりとか、いたって平和なんですよね。この日本という国も一部危険なところはあるんですけども、ほとんどのところが安全で、夜中にね、一人で歩いていても特に急に襲われる心配はないという国ですよね。まあ香港とはちょっと事情が違うと思いますけども、やっぱり我々が考えてないといけないのは、全部がそうではないっていうことなんですよ。でいろんな地区がありますんで、香港全部が危険かっていうとそうではなくて、先ほどね、例にあるように低価格の商品もあるから、こういう時だからこそ多くの人が先入観から香港に、足を向けないと、目を向けても足を向けないって現実がある時に、香港に仕入れに行ったらコスメ用品とかで莫大な利益を上げることができるんじゃないかなと私は思うんですけども、まあ稼ぐというテーマで速稼塾に参加している以上、稼げそうなところにはやっぱりね、足を向けて目を向けた方がいいのかなと思いますけどもね、まあ、そういうふうに、動画がまとめられていると、まあ私風だなというところでございますね。事故の裏に富豪が生まれると言いますけども、危ないところにこそチャンスがあるわけなんですよ。それは実は危なくないんですよね。きちんとリスクヘッジしていれば危険っていうのは減らしていくことができると。なので逆にですね、平和な地区にいてもリスクヘッジをしなければとっても危険なんですよ。平和だ安全だって言ってる時にやっぱりこう不意打ちを食らうんですよね。でもやっぱり警戒するときって怪我をしにくいんですよ。まあ、この辺もまた別の機会に、ね、発信していこうかと思いますので、よろしくお願いします。